はいどうもミニマリストたけるです。今回の動画では運気を上げる習慣と空間作りについて沙織さんにお話を伺ってみたいと思います。お願いします、はい、よろしくお願いいたします。ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、今運気を上げるってお話だったんですけれども、はい、本当に私大福ってよく言われるんですけど、はい、大きな福を招く人だねってよく言われるんですけれども、ある社長さんからはもう大福っていう名前でやった方がいいっていうぐらい運気が上がっちゃった人もいるぐらい、今もう整理収納っていうよりも運気を上げるお片付けの方っていう方で、もう全国を回ってるんですけれども、本当に片付けと運気って直結してるので、もうぜひこの年末とかも年始ですね、今ね、もう皆さんにやっていただけるように、たくさんお話ししていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。いやでも本当に、僕ミニマリストですけど、片付けとか整理収納もしっかり、やっぱそのやられたい方とかやってる方は、やっぱ少なからず運気の話とか、潜在意識とか引き寄せの話もちょくちょく多分入ってくると思いますので、専門家って言ってるのか分かんないですけど、もう本当このお仕事でもう長いことやられた沙織さんなので、いろいろちょっと伺っていこうと思いました。でまず最初のテーマなんですけども、沙織さん自身が、日常生活の中で、その運気を上げるために実践している行動習慣をいくつかちょっとご紹介していただけたらなと思いました。わかりました、もう毎日やってますけれども、もう今はもう当たり前のようになってて、もう最初は分からなくて、たくさん本読んだんですけど、やっぱ成功者って同じようなことやってるなと思って、確かに共通点ありますよね。で、片付けのこととかね、暮らしのこととかやってますけど、まずその前にやっぱり朝の時点で心がプラスにいってるのかマイナスにいってるのかで一日って変わると思うんですよ。確かに確かに。だからまず私は朝、プラスに心を整えてから一日スタートするんですけど、もう朝私緑茶が大好きなんですよ、だからまず緑茶をゆっくり飲みながら今日はどう一日にしようかなって先に決めてます、なるほど。だからもう1個目の習慣としては緑茶を飲んで何をしようか考えるみたいな。そうです。一個、大事な習慣ありますね。でその後に、もう本当にこれはもうセットとなってるんですけども、まず換気をして、換気をしながら玄関掃除をして、トイレ掃除をして、でその後神棚のお水をこうね取り替えながら、もうパンパンと、もうパンパンって大きくやるといいんですよ。そうなんですね。であと窓は閉めた後ですけど、家中の木をあげるのにパン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 ってやると木がね元気になるんですよ。だから陰気な家とかあったらやってほしいんですけど、換気とともにパチパチしてあげると元気になるので、まず朝はそれをやってますね。なるほど。でも確かに手を叩く行為ってやっぱ元気が出るというか、なんか感動した時とかも、なんか胸高さより上で拍手するとめっちゃ感情が高ぶるみたいなのがあったりとかするから、だからホテルとか行って陰気な時はもうバーンってパパパパってやるとフィッてどっか行っちゃうっていう。なるほど、っていう習慣があるわけですね。あと僕気になったのは、換気するのはすごくいいっていうのはよく聞くことではありますが、その玄関掃除トイレ掃除とかってもう毎日されるんですか？ほぼ毎日してます。すごいですね。それは何か理由はあるんですか？やっぱり私はもうこれで運気上がったっていうか、もう人生変わったなと思ってるので、やらずにはいられないんですよね。なるほど、もう上がると思ってるっていうのもそうですしね。そうだけど、やっぱりやることによって、それも心がプラスになってスタート、確かに確かに、クリーンな状態になって、一個綺麗になったっていうプラスな状態になりますね。そうですね。今日もこれで OK みたいな感じの暗示がもうかけられるような感じで。なるほど。ちなみに玄関掃除、ルームツアーでもおっしゃられたかもしれませんが、どんな感じで掃除をするとかってありますか？玄関も、トイレもなんですけど、私雑巾でやるとよくいいって言われてはいるんですけど、私はもう毎日やりたいので、ウェットティッシュにして使ったらもう全部捨てているので、もう玄関の叩きを全部毎回拭いてます。なるほど。で前日に履いた靴も拭いて下駄箱に入れてるんですけれども、下駄箱もいつも綺麗な状態に。なるほど。して何にも置かないようにしてます。すごいですね。それこそ靴の裏とかってことですか？そうです。綺麗にしてあげて。ウェットティッシュで。そう、拭いてあげてますね。なるほど。
まあ、靴が多いと大変かもしれないですけど、そこはもう物減らせば。そうだから毎回履いたら、はい、ちょっと一晩外に置いといて、この湿気を取ったら拭いてあげてしまうっていう風にするといいかなと思うので、やっぱりいろんなところを歩くので、ジェッキをいっぱい靴で連れてきてしまうんですよ、まあ確かに、はいはい、あの会社さんとかだとずっとスリッパ何年も一緒のところってあるんですけど、それだけでもいろんな人の気を吸い込んでるので、社長さんにはもう早くスリッパはちょこちょこ変えた方がいいですよってお話とかもしてます。なるほど、もう外履きなものじゃなくて内履き用というかスリッパとかもやっぱ定期的に変えてったりとか、ね、クリーニングした方がいいみたいな感じ で、ね、あとなんか前回なんか塩水でなんかやられるっていうお話もあったと思うんですけど、あれは毎日なんですか、それも定期的に、なんかね、塩水とかでやっぱ拭くと浄化されるとかって言われるので、確かに、はい、いいみたいですけど、私はもうたまにしかやらなくて、普段はもうウェットティッシュとかで全然それでもいいっていうことですね、はい、ありがとうございます。あとはその換気に関してなぜするといいのかっていうなんかあったりとかはするんですかね。やっぱり空気もお掃除しないとすっごいこもるじゃないですか。なるほど。で、古い空気が家の中にドヨーンってしてるよりも新しい空気が入ってくれた方がもう活気が出るので。なるほど。私だからお客さん家に行っても、もう真っ暗な家とかあるんですよ。何年も雨戸でしたっけ、はいはいはい、開けてないうちもあるけど全部明るくして全部空気入れ替えるんですけど、帰りにお客さんがやっぱ言うのが、全く空気と匂いが違うって、はいはい、なるほど。だからもう片付ける前も後もやっぱ換気してあげた方がいいですね、空気の一緒にこうね、お掃除というか。なるほど。で、すみません、ちょっと話が逆転してしまって申し訳ないんですけど、あの緑茶飲まれるっておっしゃられたじゃないですか、これ視聴者さんは緑茶を飲んだ方がいいのか、それとも自分の好きな飲み物を飲んだ方がいいのか、白湯がいいとかいろいろ言うじゃないですか。すよね、はいはい、なのでみんなの好きなものがいいと思います。あ、なるほど。朝一で飲んでって感じですね。そう、私も気分が向くと白湯とかにするんですけど、やっぱり緑茶が大好きなので、なるほど、一番気分が上がるものを選んでます。ですね。そこで健康を取るよりも、はい、自分の感情を取って。あ、なるほど。感情がメインということですね。そうですね、はい、で飲みながら、まあ、今日何やろうかなみたいな。そうです、はい、なんかこの何やろうかなって考える時のなんかポイントとかあったりとかはしますか。先にそれが成功してしまったかのように、やっぱり今日うまくいかないんじゃないかなと思ってお仕事に行くのと、今日は大成功して帰ってこれると思うのとでは全然なんか違うと思うんですよ。先にやっぱ思ってたことが叶うと思うので、私あの予祝講師とかもやってるんですけど、はいはいはい、夢を叶えるっていうお仕事もやってるので、やっぱりそれって先に自分がこうなるってことを思い描いて、絶対そうなるって思い込んだからこそなることだと思うので、まあ、その予祝をしながら毎朝今日もお客さんが喜んでこうなっちゃって、はい、ああなっちゃってって言うと、本当にもうなんか一日がそうやって終わっていくので。なるほどなるほど。なんかまあいいイメージをしながら、うまくいったところをイメージしながら考えていく、一、ね、日のスケジュールとかをちょっと確認してみるというのが大事ということで、はい、はい、ありがとうございます。なので今までのちょっとお話をまとめると、緑茶をまあ一番好きな飲み物飲みつつ、予祝しながらまあやりたいことを考えて、その後に空気の掃除、まあ、換気をして、玄関掃除、トイレ掃除をして、はい、あとは、まあ手を叩いたりとかして、そうですね、活気を出すみたいな。もう出かける時には家をこう綺麗な状態にして出ててますね、なるほど、はい、これがまあいわゆる朝のルーティンといいますか、そうです、大事にしている習慣ということですね、はい、はい、ありがとうございます。他に何か実践している習慣とかはありますか。あとはもうマイナス発言はもうやめました。お、なるほど。ネガティブ発言はしないと。そう、あとはもう、はい、いろんなところで感謝する習慣、ちょっとしたことでもありがたいなって思うように今はなりました、ね、なんかそれはきっかけとかはあったんですか。やっぱどの本にも感謝って出てきてて、あ、そんなに感謝って大事なんだって最初思ってたんですけど、今はやっぱり心に余裕もできたのか、ちょっとしたことでありがたいなっていうのが芽生えるようになったので、常にもう感謝することと、あとはやっぱ今一番やりたいことを叶えてあげるってこともしてますね。なるほど。それは例えば具体的にどういったのってありますか。もうだから緑茶とかもそうですね。あ、なるほど。朝起きたらこれ飲みたいと思ったら、何かやるよりも先にもう自分の好きなことを先にやるとか、はい、あと私もねフリーでお仕事してるので、朝ゆっくりな日とかもあるので、私朝風呂とかもよく入るんですけど、いいですね、はい、忙しくて も、 もうそれをやりたい日にはもうそれをやるみたいな、もう自分の心を満たすというか、長期限でいることがやっぱり運気上げることになるので、なるほど、自分の心がなんかハッピーでないとやっぱり運気って上がっていかないと思うので、とにかく自分をご機嫌にさせることを優先してます。やっていくっていうことですね、はいはい、ありがとうございます、はい、あと例えば他にもおすすめな、視聴者さんにもおすすめな習慣とかはあったりとかしますか。運気上げる他ですか、はい、他はですね、
あとはやっぱ金運とかで言うと、まあ、トイレ掃除ありますけども、はいはいはい、今素手でやってます。すごいですよね。なかなか勇気いりそうですけど、ね、桁がどんどん上がってきますからね。あ、って言いますよね。そう、僕も過去に、まあ、僕の YouTube チャンネルで、ね、もう本当に、まあ、すごい社長さんのお部屋紹介したんですけども、素手でやってると言って、もう桁が1個2個変わるって言ってました。本当かよって僕も思いましたけど で、はい、お客さんからもどんどんそれがね押し寄せてくるので、はい、こんなのありましたってくるので、うんうんうん、やっぱりトイレ掃除大事だなと思うんですけど、あとはもうお金を大事に使うようにしてます。感謝して使うとか喜んで使ってます。で、食材も腐らせてしまう人とかはそれだけでも運気下がるので、うん、食材も何でももう最後まで食べきるとかっていう風にして大事に使ってる、うん、そうですね。なんかお金持ちの方とかも食材もしかり、なんか持ち物とかも結構長持ちさせるというか、使い切るっていう方とかも多いですもんね。そうですね。なるほど、そこら辺も意識してっていうことで、うん、はい、ありがとうございます。あとはもう感謝してお金を使ったりとか、うん、トイレ掃除をすれば金運がどんどん上がっていくよということで。あと掃除も、はい、ただ掃除するんじゃなくて、はい、私はもう感謝掃除って言ってるんですけど、 ありがとうございますって言いながら掃除すると、うん、家がもうありがとうでコーティングされるので、うん、もう本当にパワースポットになっていくと思います。なんかもう気持ちの持ちようとかも変わりそうですよね。そうです。そう、まあ、本当かどうかちょっと分かんないですけど、うん、なんか感謝ありがとうを100回一日言うと、そう、それだけでもね、いいって言いますからね。そうそうそう。あとなんか植物とかにもね、そうなんですよ、ネガティブな発言をしながら水やりとか葉っぱを拭くのと、ありがとうとかなんかポジティブな言葉言うのでやっぱ育ち方とかが違うみたいな。違いますからね。言うからやっぱ言霊みたいな。そうなんです。だから娘には怪しい人って言われるんですけどまあそうですよね。もうよく植物にも、あ、うん、なんかちょっと喉乾いてるねとか、うん、はいはい、ただいまとか声かけてるので、うん、なんか怪しい人って言われるんですけど、それぐらい愛してると、うん、やっぱ家からどんどんパワーがもらえるので。そうですね。これは本当騙されたと思って一回やってみてほしいですね。あと最後手放す時にやっぱ感謝して手放すなんかも、はい、感謝りって私は言ってるんですけど、はいはいはい、断捨離ってありますけど、うん、感謝りをすると最後ハッピーに手放せるので。確かに確かに。なんかうわーって苦しながら手放すよりも、うん、今までありがとうねって言った方がいい別れですもんね。だからそういうことを日々心がけて、なるほど、いますね。ということでありがとうございます。なんかこれだけでもなんか全然人生変わりそうな感じですけど、本当ですね。はい、続いて2つ目のテーマに参りたいと思いますが、はい、運気がもう今日から爆上がりするぞっていう習慣、全然お答えが被ってもいいので、爆上がりする習慣をちょっと教えてほしいなと思いました。そうですよね。もう、はい、爆上がりしたい方はもう判断で言ったら0か100の判断になると思うので、はい、うんうん、物を捨てるとしても0か100で全捨てぐらいに考えて行かれるといいかなと思うんですよね。はいはいはい、なるほど。だからそれぐらいのレベルでやったら爆上がりすると思いますね。そうですね。だ僕ももう本当ミニマリストになるとき、うん、まあ、もちろん徐々にではありますけど、もうほぼ9割9分全部捨てて、そうですね、そうで、やっぱり 99% やっぱ捨てると、まあ、考えることも変わるし、まあ、まず時間を持て余すっていう、うん、ゴミもたまらないから掃除も楽だしっていう、まあ、人生変わるしかないですもんね。そうそうそう。だから、まあ、先ほどちょっと感謝りっていうお話もありましたけど、うん、まあ、それに近いなんか全謝りみたいなのもあったりとかするから、結構個人的に僕もおすすめで、全謝りおすすめですね。あの桜庭さんですね。あ、そう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 。私会ったことあるんですよ。あ、そうなんですね。へえ、どんな方なんですか。僕も会ってみたいんですけど。あのね、すっごくいい人ですよ。そうなんですね。ちょっと私その人の講演で、はい、0か100か今年1月にやった2年ぐらい前の講座で、はいはい、この中で一人だけ爆上がりする人がいるって言われて、はいはい、それを叶える人は0か100かで判断できる人って言われて、それからも0か100に。なるほど、っていうことですね。絶対この中の一人になろうと思ったので。お、でもそれぐらいなんかやっぱ人って、うん、まあ、極端に振り切れない方とかももちろんいらっしゃるから。そうなんですよね。振り切るとやっぱ100人中1人 の, その存在になれるというか。そうなりますね。はい、それでその桜間さんとかって全捨離ってどういう定義なんですか。もうね、全、はい、もう全部捨てなさい、8割捨てるとかじゃなくても99%ぐらい、もう全部捨てちゃいなさいみたいな。なるほど、やっぱ変わるしかないですね。そうすると、そう、そうなんですよね。なるほど。え、ちなみになんか捨てた後にこうするといいよみたいななんかあったりとかはするんですか。こういうこと考えるといいよでもいいですし、なんか、うん、例えば、まあ、全部捨てたから新しいものを買った方がいいよとか、はい、なんかそういうのあったりとかはするんですか。と、はい、やっぱりその全捨離とかっていうわけでもないんですけど、うんうんうん、年に1回は私タオルとか下着とか全部変えてます。だからやっぱり1回全部捨てて、うん、全部新しくするって
ていうのを年に1回とか2回とかやってます、うん、なるほど。そう、僕あの前回言われてあのタオル買いましたそう、やっぱ心地いいですね。心地いいです。めっちゃ買えてよかったなと思って。毎日使うものだし、そうなんですよね、やっぱ肌に触れるものって絶対上質って言ったらちょっとあれかもしれないけど、肌触りいいものがやっぱ気持ちいいなと思って、いい、ね、そう、気分がやっぱ上機嫌にもなるし、うん、だからやっぱりそうなると枚数たくさん持ってたら、30枚を毎日あれこれ着てたら全然よれていかないじゃないですか。そうですね、はいはい、ちょっと手放す時期は分かんないけど、5枚とか4枚にしちゃうとちゃんともう本当にもういいでしょって時が来るので、やっぱそうなると物少ないっていうのがポイント。確かにそうですね。そう、なんか布系とかもやっぱりなるべく、まあ、新しいものといいますか、定期的に変えてどん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 なんか新しいものを循環していくっていうのが大事っていうことですね。そう、あとなんか前回お会いした時にその髪系とかもちょっと一個ポイントだよっておっしゃられてましたけど、そう、髪類は本当に邪気を吸うので、はい、一番吸うんでしたっけ。本当に吸います、はい、あとはやっぱ洋服とか布物とかもね、あの手放すといいご縁に出会えるとかっていうふうに言われてるので、ぜひね、いいご縁が欲しい方はもうお洋服とかうわーっと捨てるといいご縁があったりすると思います。靴とかでもご縁っていう話ありますか。ありますね。やっぱ靴を履いて誰かに会いに行ったり仕事も行ったりするので、靴を大事にするっていうのはやっぱいいご縁に出会うっていう。なるほど。じゃあもういいご縁が欲しい方は、特にこのコロナの時期ちょっと人脈がとか、そうですね、やっぱなんか出会いっていうところで求めてる方いらっしゃるから、靴と洋服、あ、ね、あの紙物は時の運を司るって言われてる。ああ、そうなんです。それ初耳です。なのでよく言うのが、受験生のお母さんでもカリカリっていう人いるけれども、はいはいはい、そんな怒ってる暇があったらここの山 の、 あの書類捨ててくださいって。あ、なるほど。でもそんなことはここで運をね、上げてあげてくださいねって言うんですけど、はいはいはい、そう、時の運ってやっぱりね大事だと思うので。確かに、例えば紙で言うと、まあ、それこそ書類系だったりとか、まあ、資料ですとか、まあ、本とかに当たるんですかね。そうですね、本とかも本当に虫も湧きやすいですので、まあ、確かに埃もかぶって、そう、だからとっても大事なものであれば取っておいてもいいかなと思うんですけど、それ以外のものってまた買えるものとかであれば買い直すとか、あと書類とかも今ね、あの携帯の中にいっぱい声出られるじゃないですか、はいはいはい、だからそういう風にするとすごいコンパクトになる。なるほど、ありがとうございます、うん、で個人的にやっぱ気になるのがやっぱ洋服とか靴とかで、結構ミニマリストさん目指す人とか片付けしようっていう方って結構一番最初洋服手放す方とか、まあ、靴手放しやすいっていう方とかもいらっしゃると思うんですけど、なんかどういう風に片付けたらいいのかとか、まあ、どういうものを残してどういうものを捨ててとかあれば。そうですよね、私一番もうこれ分かりやすいのは、はい、物を残す基準は必要なもの、ふさわしいもの、心地いいものだけを残してくださいっていう。なるほど、もう一回リピートして用的解って言って、はいはいはい、必要、ふさわしい、心地いい。おー、なるほど、これが一個基準になると。そう、だから不必要で不快なものでっていうものはやっぱり手放していく。それだけでも運気って変わってくるんです。それこそ肌触りが悪いとかサイズに合わないとか靴ずれするとか絶対捨てた方がいいっていう、まあ、見た目がねちょっとボロボロしてるとか、ね、っていうのはなるべく手放して。そうです。でも3年以上着てない服は、もう気が滞ってないって言われてるので、それがうわーってあるクローゼットは洋服の墓場とも言われてるんですね。嫌な聞こえですね。洋服の墓場にならないようにもうクローゼットが開くたびに幸運って幸福がいっぱい詰まってる、はいはいはい、幸せの服って書いて幸福がいっぱい詰まってるクローゼットにしてくださいねって言うんですけど、なるほどなるほど、もう墓場にはしないでくださいって。そうですね。ちなみになんかミニマリスト界隈で、まあ、それこそ僕なんかもそうなんですけど、結構まあ服も僕の場合10着で1年間でまあ、あの使い古しちゃうというか、1年で結構ペースが早いかもしれないです。買い替えることが多いんですけど、それって引き寄せだったりとか、まあ、運気上げるに関してはどうなんですか。そういう視点からすると、あの、ちょっと早いです。いいと思います。あ、いいですね。へえ、なるほど。じゃあもう本当に着数が少なくて1年ごとに変えても全然問題はないっていう。全然いいと思う。1年に1回変えるぐらいの方がいいですよね。あ、そうなんですね、はい、あとはやっぱ好きな服しかないってことですね。そうですね、もう固定化して、まあ、例えば僕の今着てる服もそうですけど、自分、まあ、店員さんもしかり、はい、まあ、やっぱり理想の自分を思い描けてこういうイメージですって言って選んでくれためちゃくちゃお気に入りの服だけ残るんで、それもいいのかなと思って。そう、やっぱそういう服を毎日着てるとそれだけでもパワーが洋服からもらえるので、本当にで着てて
ても自分で自信があるじゃないですか。そう、自信がついて。だから多分昔はこれちょっとなって裕福とか持ってたと思うんですけど、それを着た時に限って、私とかもそうなんですけど、化粧もしてない、はい、もうさっと買い物に行きたい時にこんな服で行っちゃったけど、ママ友に会っちゃったみたいな時とかね、よくあったんですけど、はい、 そうですね、そういう時に限ってっていうこともあるので、やっぱ常にどの服を着て出かけてもいいなっていう服があると、本当それだけでも運気は上がってる。確かに、いや本当これ極端な話かもしれないですけど、本当ボロボロのジャージを着てたら、なんか交渉とか仕事もうまくいかない。そう。そう、でも本当この服でめちゃくちゃもう自信あるし、誰に会ってもいいみたいな感じの服装でいくと、やっぱりうまくいきやすいですよね。そうなんです。 100% じゃないかもしれないですけど、だからまあ服装とか靴とかも大事ですし、まあ、あとは女性だったらアクセサリーとかお化粧とかもそれに当てはめてもいいかもしれないですね。だから別に高くなくても自分が心地よければそれが一番だと思うんですよ。確かに。それでも早くスパンでこう寝て話すとかでもいいかなと思う。はい、ありがとうございます。今までのお話で、まあ、それこそ前捨ての話があり、まあ、タオルとか下着系の布もお話があり、で紙書類系とかの話が出ましたけど、はい、あ、例えば沙織さんのその片付けのご相談とかで、こういうものどうしたらいいですかみたいな、なんかご相談とかよく来る質問ってあったりとかしますか？ご相談よく、写真が捨てられないとか、はい、写真系、はい、あとは夫が物を捨てないとか、なるほど、妻が物を捨てないとかご家族の問題ですね。まあ、アドバイスとかはなんかどうされてるとかありますか、沙織さんは？ですね、はい、やっぱりそういう時で寄り添いながらっていうのが一番かなと思ってるので、やっぱりその一番大事なものを後に逆に持ってってあげて、手放してもいいかなってものというか、はい、その賞味期限が決まってるものですとか、そんなに心がこう動かないものから整理をしてって、最後に大事なものを整理するとか、なるほど、っていうのが大事。まあ、写真もやっぱ後回しでもいいっていうことですもん ね。ご家族がしてくれない場合も、基本ご家族のものとかも後回し、そうです、いいということで、あと僕もよく YouTube で言ってるのは、なんかまず個人のものから捨てて、で次に共有スペース捨てて、で最後の最後にお相手のものみたいなステップで言ってるんですけど、それは沙織さん的にも OK ですか？そうですね、はい、それでいいと思います。やっぱり他人のものって自分で判断できないと思うので、必ず私はもう旦那さんのものだったら絶対捨てないで、もう旦那さんと一緒の時に一緒にやります。なるほど。そう、なんか沙織さん の、あのルームツアーさせていただいた時に、旦那さんのお部屋もめちゃくちゃすっきりしてたけど、もともとお部屋って言ってるのか分かりません、物多かったとおっしゃいましたもんね。そうですね、それも付き添って片付けられたっていう。その時もあの物を手放す手放さないっていうところだけは全部旦那さんにやってもらいました。もう相手の意思とペースを尊重してっていう。やっぱり人ってこれいらないよねとか、こんなものって言われると余計にこんなものって心にあってもこれは大事なんだよっていう風になっちゃうので、私が言ったのは、もう大事なものはあなたしか分からないからって言って、はい、したら整理ができたので。なるほど。ちなみに旦那さんが片付けようと思った、なんかきっかけとかはあったりとかしたんですか？あの旦那さんの部屋だけお部屋だったんですよ。あ、そうなんですね。でその時は給料を上げたくて。お、はいはい、沙織さんが。そう、で、はい、でも旦那さんの部屋だけ汚いのでいいやって私は思ってたんですけれどもはいはい、はい、これは旦那さんの給料上がらないのはお部屋だからだと思って、それで給料上げたいなと思って旦那さんの部屋をきれいにし始めました。お、なるほど。でそこも一緒に協力しながらっていうことですもんね。で毎日毎日給料上がるよ上がるよって言ってバカなこと言ってるなって言われたんですけどそしたら本当にみるみる上がって、はい、いやまあでも確かにそれを信じてやるのも大事ですもんね。で寝室とかはね、余計何も置かない方がいいって言われてるので、旦那さんのところは本当何も置いてないです。もう本当必要なものだけですもんね。そうですね。ベッドがあるとかですもんね、本当に。でもすぐクローゼット開いて着替えられるみたいな。靴磨く時も給料上がっちゃうねって言いながら、よろしくねって靴にもお願いして、はいはいはい、あ、インスタ見ました、なんかそう、はい、もうあのいつもそうやって物の力を借りてます。なるほど。そう、なんかもあの靴とかもやっぱ出会いね、お仕事やっぱ出会い大事だから、靴磨きとかもそうやって、まあ、感謝しながらとか、お給料上げてねとか、なんかそういうお話をしつつ磨いてあげたりとかするのも大事っていう。そうです。なるほど、ありがとうございます。ちょっと今ご主人さんの話があったので、今度なんかお子さんのこともちょっと聞いてみたくて、はい、多分世のお母さんお父さんはお子さんの成績上げたいというか、まあ、あとはなんか部活動ね一生懸命頑張ってほしいって多分気持ちの方いらっしゃると思うんですけど、なんかその点に関して例えばなんか運気上げるとか空間作りとかで意識されたこととか実践された習慣があればちょっと教えてほしいなと。うちね子供はね私以上に上手なんですよ。そうなんですね。それなんでなんでしょうね。はい、ね、なんかまあちっちゃい頃からずっとこうやってたのもあるんですけど、見てるんですね多分お母さんの。
が勝手に年に3回とか自分で全部わーっと出して整理とかしてました。やるもんだって思ってるのかもしれないですね、うん、はい、でそれで言うともう本当にお母さんとかお父さんが子供の見本になってあげるって大事です ね、 そうですね。確かにやっぱり片付けがなんかあのつまらないことじゃなくて、うん、こうすると楽しいねってことをずっと言ってたので、うん、やっぱりこのご飯食べる時とかも片付けてからご飯食べる時に、うん、やっぱり綺麗な場所で食べるから美味しいよねとか、うん、その付け加えてこうなんて言うんでしょう、うん、促してたというか、うん、なるほどこういうところで勉強するといいよねとか、なんかそれも一種言葉をなんか前向きにするというか、うん、ネガティブなことはなるべく言わないっていうのにもつながってきそうですね。そうですね、そう片付けって多分ねごくごく一般の方面倒くさいとか、うん、なんか大変とかネガティブワードを連発する方とかいますが、そこはなるべくいい部分に目を向けて言葉を発するといいかもしれないです ね、うん、お子さんの教育的にも、ね、あとはねメルカリを小学生から一緒にやってたので、はい、今はねちょっとコロナであんまりディズニーランドとか行かないのかなと思うんですけど、うんうん、前はしょっちゅう行ってたので、 うち1個買ったら1個売る、1個売って1個また買うみたいなことをやってたので、はいはいはい、このディズニーランドのチケットさえあれば、うん、中のグッズだけで1万円とかいっちゃうじゃないですか、だけど帰ってきたらまた売るみたいな感じだったの で、うん、でそれでね今覚えて洋服とかも一瞬着てもうこれいいなと思ったらすぐメルカリで売ってしまうので、お子さんのうちから、そうだからなんかお金をあんまりかけずにファッションをこう楽しむみたいな、うん、なるほどなるほど、まあ、それで言うと、ね、もしお子さんのお部屋がもうお部屋だったり物が多い方、片付け方がそもそも知らなかったりとか、うん、売り方が分かんなかったりとか、そうかもしれないですね、はい、あるから一緒にやってあげるっていうのは大事かもしれないですね、うん、あとはやっぱ与えすぎてしまうとね、物がいっぱいあるのが当たり前になっちゃうので、確かにおでなりとかもありますしね、そうですね、はい、そこはなるべく、はい、あんまり与えすぎない方がいいのかもしれないですね、はい、ありがとうございます。ではでは、続いて3つ目のテーマに参りたいと思うんですけど、まあ、今度は物別じゃなくて場所別にちょっと聞いていきたくて、はい、まず最初に玄関編ということで、うん、玄関でその運気を上げるために、まあ、やるべきことといいますか、はい、やってきたまあ習慣とかあればちょっと教えてほしいなと思いました、はい、玄関はもう本当に換気と毎日こう拭くことと、はい、うん、あと玄関は無駄なものを置かないっていうのをもう本当心がけて、なるほど。それで言うと、まあ、我が家ですと本当靴と、まあ、傘、あとまあメンテナンス道具ぐらいなんですけど、もうそれぐらいでも大丈夫っていう感じですか。そうですね、なるべくなら傘も、うん、置かない方がいい。あ、そうなんですね。え、傘はどうして置かない方がいいとか。傘はなるべくしまった方がね。あ、へえ。そう、よく傘立てとかあるうちもあるんですけど、はいはい、なるべく傘立て置かないで、うん、まあ下駄箱に入るうちはね、うん、入れてあげた方がいいと言われてますけど、なるほどなるほど。もし入れない場合はどうしたらいいとかありますか。まあ、もうあんまり本数持たないで必要な分だけにしてあげるといい、はいはい、家の中に入れた方がいい、それとも外でもいい。そうですね、置くところがあればね、はい、なるほどなるほど。あとはお掃除グッズが見えてる人とか多いと思うんですけど、あ、はいはい、確かに確かに。お掃除グッズっていうのは、うんうんうん、早く帰ってくださいってお客さんにこう言ってるのと一緒なので、なるほど、失礼。お掃除グッズは見えないところに置くといいって言われてます、うん、なるほど、ということですね。ちょっと我が家傘はねちょっと出てる、まあ、本数は少ないんですけど、うん、で僕はまあ折りたたみ傘カバンに入れてるんですけど、奥さんの傘が2本あったんで、はい、ちょっとそこはちょっと見直したいかなと思いました。あとはもう本当玄関、まあ、余計なものとか、はい、そこに置かなくても入れなくてもいいものがある場合はちょっと減らしたりとか、ね、収納場所変えたりとかするのがいいっていう感じですかね。そうですね、はい、あと例えばお片付けされてて玄関でこういうものよく手放してますとか、はい、こういうのいらないよねっていうものがもしあれば、ちょっと例を。それこそあのビニール傘がすっごいたくさんあるので、はい、本当に厳選するのと、あと靴も履いてないけど新しいからっていうのがあるんですけど、うん、聞くとこれ靴ずれしちゃうんですよとか、可愛いんだけど履き心地が悪いとかっていうのも、それ履いて出かけてもやっぱり痛くなると思うじゃないですか、はい、履かないプラス運気も下がるので痛い靴もね手放すといいと思います。そうですね、靴もなるべく減らして履き心地のいいものとか、ね、お気に入りだけ残すっていうのが大事、うん、あとはもうなんかやっぱり汚くなってしまった靴っていうのは入れ替えてあげるといいと思うので、うぜひねそんな風にしてもらうといいと思います。ありがとうございます。はい、ではでは続いてトイレ編ですね、うん、まあ、トイレ編、まあ、トイレ掃除はすごく大事だというお話をいただきましたが、はい、他にも例えばこうすると運気上がるよみたいな何かあったりとかしますか。トイレ編で、ですね、トイレはやっぱり物はあんまり置かない方がいいんですけど、うん、よく本とか読む人いらっしゃいますよね。はいはいはい、いらっしゃいます、ね、まあ、あれも心地よければいいと思うんですけど、はい、あんま
まりねトイレに長居するのって良くないんですよ。だから本とか置かない方がいいって言われています。本当に用を足すだけの空間にするみたいな、うん、そうですね。なるほど。あとねマットは置いた方がいいとかってよく言われるんですけど、はい、うちはね置いてなくって、うん、もう掃除が簡単なようにと思ってるんですけど、だからもし置くのであれば清潔を保って置いとくと、まあ、マットは置いといた方がいいよとは言われてはいるので、掃除が行き届く方は置いてあげるといいのかもしれないですね、はい、ありがとうございます。ではでは、続いてキッチン編に参りたいと思います。キッチンもやっぱり水回りって、うん、本当に全ての全体運、健康運、仕事運って全部、うん、あの意味があるので、うんうんうん、やっぱ水回りをきれいにしとくっていうのが大事だと思います。お、なるほど。ちなみになんかお掃除とかも結構こまめにされる感じですか？はい、そう、毎日もやってるので、うん、あんまり洗剤とかは使わなくてもさっともう綺麗になっちゃうような感じなんですけど、うん、溜めてしまうから落とさなければいけないんですけど、うんうんうん、溜めなければさーで済んでしまうので、うん、余計な洗剤とかも、ね、いらないと思うんですよね。なるほど。続いてなんか持ち物の、まあ、量とか、まあ、どういうものを持った方がいいとか、はい、キッチン編であったりとかはしますか？収納系もしかりですけど、うん、キッチンはね、はい、本当にもう行くといろんなものが出てくるんですよ、うん、そうなんですよね。調理器具から食器から調味料から、はい、なのでしっかり分類をして、うん、きちんと見てあげないと多分皆さんも開いたらものすごいことになってると思うんですけど、はい、うん、特に賞味期限切れとかね、うん、あとは使わないものがたくさんあると思うので、うん、しっかり厳選して使いやすいものだけを残しておくといいと思います、うん、そうですね。あと食器系はどうですか？なんか結構女性だと、まあ、コレクションでされてる方とかもいらっしゃるので、うん、はい、どうした方がいいか、もしね大好きでも置く場所があるのであれば、うん、あのたくさん持っててもいいかなと思うんですけど、うん、別に気に入らない食器なんだけどとりあえずっていう方は手放すといいと思います、うん、なるほど。もう家族人数分とかでももしかしたらいいかも、うん、いいですね、はい、お気に入りこそ奥に行ってしまってしまうんですけど、うん、お気に入りこそ前に置いて、はい、たくさん使ってあげてほしいと思います。そうです。なんか個人的になんか物ってやっぱりあの使ってあげた方が、うん、なんか見て使う、まあ、触れるとか、そうですね、そう、そういうのやっぱ大事で、そうそう、うん、まあ、隠れてるのはちょっと一番もったいないかなと思って。もったいないですよね、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いてリビング編です。リビングはやっぱりなんかくつろげる空間にするのが一番かなと思うので、はい、やっぱりうちとかもそんなに色ってたくさんないと思うんですけど、はい、リビングって一番やっぱり安らげる場所になると思うので、うんうんうん、心地いい空間にしてあげるっていうのがすごくね運気上げにもいいと思います。逆にリビングでこういうのやっちゃいけないよって何かあったりとかしますか？あの人がたくさん集まる場所なので、うん、ついついみんながこう置いてってしまってる間に、はいはい、テーブルがこう広いテーブルがご飯食べるスペースがあるはずなのに、うん、半分ぐらいもので埋まってるとかっていう方いらっしゃると思うんですけど、よくありますよ、リモコンがとか。そうなんですよ。なので、はい、何のために買った机なのかなってことをしっかり考えてもらって、うん、はい、でちょうどテーブルの高さって、うん、あの人間でも一番使いやすい高さって言われてるんですよ。あ、そうなんですね。そういう場所こそゴールデンゾーンって言われてるので、うん、置いてしまいがちな場所なので、うんうんうん、一人置き始めると、うん、はい次の方も置いて、うん、はいまた次の方も置いて、まあてって、はい、場所がこうね置き場所みたいにもう決められていってしまうので、一個も置かなければ置かなくなってくると思うので、なるほど。原則もう置かないのか、テーブルの上は置かないっていうのが、置かないっていうふうにするというのが大事ということですね、はい。はい、ありがとうございます。ではでは、寝室編ですね。先ほどもちょっとちらっと寝室編出てきましたが、ね、運気上げるコツ。そう、寝室編はもう本当にあのやっぱりね人間って寝てる時にこのパワーを吸収するって言われてるので。ぜひねもう寝る周りには何も置かないで広々とこう寝てほしいと思うんです。なるほど。もう窮屈なのは一番良くないかなっていう。良くないなと思います。それこそあの、まあ、僕が今まで見てきた方だと、うん、やっぱ本棚があったりとか、あと充電系がたくさんあったりとかする方とかもいらっしゃるんです、うん、あとぬいぐるみ女性の方だと囲まれてるとかあったりとかするんですけど、あんまりそういうのって良くないんですか？そう、ぬいぐるみとかも可愛いと思うと思うんですけど、うん、あの目がついてるものって、うんうん、あの人間一人とこうね、はい、カウントしちゃうんです。あ、なるほど。だからもうパワーが分散されると思っていただくといいと思うんですけ ど、 なるほど、あまり良くない。ぬいぐるみの中で寝てたら全部パワー吸われちゃうと。そっか、吸わなきゃいけないのに寝てる間は全部取られちゃうっていう。取られちゃうんですよ。本に関してはどうですか？本もなるべくだったらない方がいいと思うんですけど、うんうん、もう本当に置いてあるならもう綺麗にねそこの棚に収まるだけとかっていうふうにしてもらう
ど。なるほど。ちなみに沙織さんのお宅ってあんまり本見かけてないんですけど、うん、なんかどうしてるとかってあるんですか？本はこの前に旦那さんのはほぼ捨てたんですよ。あ、へー、あ、そうなんですね。それはまたなぜ、はい、もう読まないかなと思って、はいはいはい、私が捨てたんですけど、はいはい、聞いたらいいよって言ってたので。なるほど。でもう欲しかったらまた買っていいからって言って、そうするとまあ買わないと思うんですけど、うん、なるほど。あ、でも本当にまた買ってもいいからねの一言が結構いいかもしれないですね。そうですね。私ももう本当読んで、何回も読むので、したらもう手放すようにしてます。なるほど。なんか紙系もなるべく貯めずに、寝室はなお一層、まあ、そういうの、うん、まあ、余計なものというか寝る以外必要なものは置かないようにするということで、はい、ありがとうございます。続いてクローゼット編はいかがですか？クローゼットは本当にもう着てない服、はい、もうさっきも言いましたけど3年以上着てないと、もう洋服の墓場になってしまうので、うんうんうん、ぜひね、もう自分の好きな洋服がこうかかってるだけにしてあげると一番いいと思います、はいはい、ということですね。まあ、あと捨て方に関しては先ほどにもおっしゃられた通りだと思うんですけど、そうですね、ハンガーとかいかがですか？結構カラフルだったりとか。そう、ハンガーもやっぱり色を揃えるだけでも、同じ種類にするだけでもすっごく綺麗に見えるので、揃えてみるといいと思います。なるほど、はい。ちなみになんか洋服の収納法っていくつかあると思ってて、はい、まあ、ハンガーでかける収納と、うん、あとタンスに入れる収納とかあると思うんですけど、はいはいはい、なんかそこら辺はあんまり運気上げるとかって関係ないんですか、収納系は？そうですね、やっぱりその物を大事に扱ってるかどうかっていうのが一番大事だと思うので、はい、もう本当にブランドのバッグとか洋服でも、うん、こんなよれてても、はい、クリーニングに、ね、出さないと着れないコートとか出てくるんですけ ど、うん、なるほど。そうするとね、やっぱ自分たちもすぐ使えないですけど、物も多分泣いてしまってると思うんですよ。まあ、確かにシワとかよれたら、ちょっと今すぐは着れないなってなりますもんね。そう、だからやっぱり物の気持ちになって、どう置いてあげたら喜ぶかなっていうのを考えてあげるといいかなと思います、ね。なるほど。で、畳み方といいますか、どう畳まれてたか、沙織さん のルームツアー見ていただけたらと思うんですが、綺麗、ね、になんか立てて収納されてましたもんね。そう、一目で分かる収納っていう風にすると、洋服も全部着てあげれると思います。なるほど。あれってこんまりさんがよくやられてる畳み方ですか、ちょっと違うんですか？そう、私は適当にもう畳んでるんですけど、もう立てたい人とかはこんまりちゃん の、うん、多分調べるとすぐ出てくると思うんですけど、はい、あんまり私そこら辺こだわりがなくて。なるほど。へ、上から見て引き出し開いたら何がどこにあるか分かったらいいなと思って、うん、そこがポイントってことですね、本質といいますか、ね、はい、うん、ありがとうございます。続いてこれ僕よく聞くというか、まあ、昔信じてたんです、お財布編、うん、はい、これもちょっと金運というか運気系で結構強いじゃないですか多分。そうですね、そう、この辺どうした方がいいとかもしあれば教えてほしいです。私レシートとかはその日のうちですぐ捨てますね。お、なるほど。レシートってお金が出てあったの後の紙じゃないですか、だからやっぱりお札と一緒に入れとくと、はい、本当に金運すっごい下げてしまうんですよ。なるほど、はい、だからレシートとか、あとは使わないカードとか、そういうものはもうどんどん出していった方がいいと思うんですけど、うんうんうん、よく長財布がいいとは言われますけど、はい、そうですね、これね、最近いろんな人から聞いて知ってるんですけど、はい、絶対的にそれがいいとは限らないので、やっぱりお財布も自分の心地いいものを使うのが一番なのかなっていうふうにも、うんうん、思いました。あとはもうお金を出す時の感情とか、うん、お金を使う時の感情でお金がこう寄ってくる寄ってこないってあるみたいなので、うん、やっぱりね、そこを自分の感情とか大事にしてあげるといいかなと思いますね。なるほど。なんかお金を払う時はもうちゃんと感謝してとか。そうですね、はい、もうもったいないなと思って買うよりも、うん、もう本当に喜びでこう出した方がいいって言われてるので、うん、なるほど。だからまあ最近だとちょっとキャッシュレスの方が増えてきたから、うん、そうですね、まあ、お財布を持たなくてもまあ電子決済とかでも全然、うん、ね、いいっていう。あと個人的に僕手帳型のスマホケースがあって、一応予備で、はい、現金忍ばせてるんですけど、なんかよく長財布がいい理由って、なんかお札を曲げない、折り曲げないのがいいっていうじゃないですか。です、ね、僕スマホケースなんか全然もう三つ折りぐらいで、やっぱちっちゃくコンパクト畳まないと入らないんですけど、そうですよね、まあ、全然僕としてはそれが使いやすいから、それでもいいっていう感じですか。そう、いいと思います。なるほど。本当はこのまま綺麗に入れてあげるといいのかもしれないんですけど、うん、そうですね、はい、この運気が下がるっていう一番の原因って自分が運気下がるなと思うことだと思うので、うん、なるほど、はい、これ折りたたんで入れといたら僕は下がるなと思ってる人は下がると思うんですけど、自己暗示的にもそうです、ね、そう、こんなので下がんないしと思って大事にお金使ってあげたら、うん、全然私大丈夫かなと思っていて、うん、そうですね、
いや僕も本当折り曲げて申し訳ないと思いつつもだからこそ大事なことに使おうとか、うん、まあ、使う時はちゃんと広げて、ね、綺麗に整えて、うん、ありがとうっていうお支払いしてるから、そういうのもでも全然ありかなっていう、ありがとうございます。あと1点ちょっと気になるんですけど、よくお財布の中にあるとポイントカードだと思うんですけど、そのポイントカードとのなんか向き合い方といいますか、なんか運気とかって関係あるのかなっていうお話をちょっと聞いてみたいですね。あのポイントカードを貯めたいがばかりにお金を使っちゃう方も多いと思うんですよ、はい、そうですね、あと100円、はい、あと500円とかっていう風に、そうですね、それだと逆にお金が出てってしまうので、うん、やっぱり本当にこの店だけっていう風に狭めてみるといいのかなと思います。持ちすぎは良くない。そう、良くないと思います。はい、これ本当かどうか分かんないですけど、お金持ちほどあんまりポイントカード持たないみたいな。持たないって言いますよ、はい、やっぱりそうなんですね。ポイントなんて別にいらないって感じですもんね。そうなんです。貯めなくてもまあ経済的ゆとりがあるからかもしれない。それにまあなりきるっていうか、そう、そうやれば近づいていくっていうのは一個あるのかなと思って、ありがとうございます。ではでは最後です。持ち運ぶカバン、これも一個なんか運気というか、まあフットワークだったりとかにも関係するのかなと思って、はい、まあカバンの中身ないしカバンそのものでなんか運気上げるコツとか習慣があれば教えてほしいです。やっぱりカバンの中身もぐちゃぐちゃっていうのは運気が下がると思うので、はい、うん、やっぱり必要なものだけはこう毎日こう入れて持っていって、うん、帰ってきたら一回ねバッグ休ませてあげるといいと思います。うん、休ませるっていうのはどういうふうに休ませればいいか、皆さんなんかよくバッグの中に入れたまま、まあそれでもいいかなと思うんですけど、綺麗にしてあれば、はいはい、あの結局私がお客さんのお家に行くと、ガムのガムとかティッシュとか、はい、あと飴とか、そう、もうこれ何年前のものですかっていうのがたくさん出てくるので、そういうものがないのであれば、その翌日またねそのまま持ってけるのでいいかなと思うんですけど、私とかはもう本当仕事の日とプライベートの日ってバッグって全部入れ替えるので、お出かけボックスっていうのを作って、そこに一旦全部また必ず持っていくものはケースに入れてあげて、バッグはそのまま空の状態にしてあげているんですけど、なるほど、そんな風にすると忘れ物もないし、あとバッグも休まっていいのかなと思います。確かに。で忘れ物とかもないように、まあ、カバン複数ある方なんか一回出してあげて、使うために荷造りとかでカバンなんか入れるっていうのが一番シンプルかもしれないですね。結構だからフリスクでしたっけ、もうあれも、はい、ね、いろんな10個のばっかり全部出てきたりとか、はい、あります、ね、何年前のみたいなのが本当にだから数年前の旅行のお土産が出てくることも全然あったりとかするから、本当気をつけた方がいいですね、カバンの中は。はい、あちなみにあの女性の方、まあ、男性もしっかりかもしれないですけど、カバンとか、まあ、持ち運ぶもの系のものが結構増えたりとかすると思うんですよ。ポーチ系とか、はい、まあ、ショルダーバッグから、まあ、なんだろう、ちょっとちっちゃいカバンから旅行カバンとか、カバンの絞り方とかって何かありますか、厳選の仕方というか。カバンの絞り方は、はい、どうなんだろう、私そんなに5個、はい、6個ぐらいしか持ってないんですけどはいはい、はい、なんだろう、絶対使うなってものしか買わないようにしてます。なるほど、いいなぐらいじゃ買わないです、うん、なるほど。あとお客様とかでもいらっしゃいませんか、カバンたくさん持ちの方とか。います、あとトートバッグとか買い物袋とか。います、ね、そう、なんかそこら辺はどうアドバイスしたりとかしますか。あの本当に収納がたくさんある方はどうしても捨てたくないって方には、うん、じゃあその分類してしっかりトートバッグだったらここっていう風にしてますけど、うん、はい、本当に狭い方はじゃあここに入る分だけにしましょうとか、うん、あ上限を決めて、で次もこれだけ減らしたんだから、うんうんうん、また次欲しいのがあったらここに入るものを1個減らして1個入れてねっていうふうに言ってますね。はい、まあ、入れ替えたりとか上限決めるというのがポイントということで、はい、ありがとうございます。ではでは続いて5つ目のテーマなんですが、はい、もう今現時点で物が多いと、まあ、いわゆるお部屋に住んでる方とかも見てらっしゃいますので、うん、はい、まあ、その方々が幸せを引き寄せるために運気を上げていくために必要なこととは、はい、ということで聞かせていただけたら嬉しいです。そうですよね、はい、もうそこにやってほしいことっていうのは、はい、そういう方ってそれでもすごく運持ちの人もいるんですよ。へえ、あそうなんですね。でなんでその人たち運持ちなのかなって観察してたら、家のことを一切悪口言わないんですよ。あなるほど、この家がねどうのこうのとか、あ、はいはいはい、あこの家イライラするんだよねとか、うん、一切言わないんですね。ネガティブワード言わない、まあ、汚いとかなんかそういう、で、あとはもう言ったとしても、うん、もう語尾が上がるような感じっていうのかな、うち汚いでしょみたいな、あ、はいはいはい、ちょっと汚くてこうなのよなのよってぐちぐちじゃなくて、うん、はい、もう愛してるような感じっていうのかな、それが好きみたいな感じですよね、きっと。そう、そうなんです、はい、そういう家っていうのは、うん、あの陽の空気なんですよね。うーん、なるほど。だからもし今ね片付けられないけれども、うんうんうん、今すぐハッピーになりたい方は、うんうん、家の文句を言うことをまずやめることと、うん、なるほど、
家を愛してあげること、はい、家に感謝することが一番かなと思います、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、でもしネガティブな方とか、まあ、そのお部屋すっきりさせたい方は片付けをする、そうやっぱり一個一個端からやっていかなければならないと思うんですけど、うんうん、もう1日5個でもいいと思うんですよ、はい、5個捨てでもいいし、うんうん、5分間だけ片付けるでもいいと思うので、うんうん、だって365日したらすっごい成果じゃないですか、うん、まあ、そうですね、だから本当にね気長に私は言ってほしいと思います、うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。続いて今度はミニマリストパターンなんですけど、うん、まあ、たまにちょくちょく小耳に挟むのはミニマリストとちょっと運気下がるよみたいな話も若干噂とは聞くんですけど、はい、なんか沙織さん的にその物を持たないミニマリストが運気を上げるために必要なことがもしあればちょっと教えてほしいなと思いました。あ、なるほど、はい、なんか多分ミニマリストさんに運気下がるよって言ってる方って、うん、はいはい、なんか寂しい暮らししてないかなって思ってしまってる方が、そうですね、多分おそらく多いと思うんですけど、まあ、独房のようなお部屋のイメージされてる方とかも多いかもしれないですね、うん、だけどそこで自分がハッピーなら私はそれですごく幸せだと思うんですよ、うんうんうん、なるほど、ただね、もしプラスで考えるのであれば、うんうん、もしお掃除とかしてなければお掃除をしてあげるとか、はい、まあ、多分それだけしか物がないから多分一個一個大事に使ってると思うんですけど、物に感謝して大事に使うとかっていう風にしてったら、私はなんか全然なんか幸せというかもうパワーなんか溢れてしまうというか、はいはいはい、なるほど、いいですね、って思いますね。でもいわゆる沙織さん的にもミニマリストっていう、まあ、生き方とか暮らし方は結構運気が上がる生き方だと思ってるっていう感じですか。そう、だからそれがもう自分になんていうの、締め付けをして持ってはいけない、はいはいはい、買ってはいけないってなってるんだとしたらちょっともしかしたら運気下がっちゃうかもしれないけど、そうですね、たまにいらっしゃるんですよね、そう、そう、ミニマリスト名乗ったりとか言ってたら買っちゃいけないとか、ね、もっと減らさなきゃみたいな、それこそ人と比べてとか、まあ、良くないってことですね。良くないですね。だから自分を高めるためにとか、私はもうこれだけで生活して幸せなのっていうのであれば、うん、それ以上運気は上がることないと思うんですよ、うん、確かに僕もそんな買わなきゃいけないとかもないし、制限とかは特にないんで、うん、一番自由でいることが多分僕の、だからもしミニマリストさんで見てて、はい、会社の人とか友達にかわいそうにって言われる人がいたら、うん、私は幸せよって、もう私すごく運気上げちゃうんだからって言ってあげた方がいいと思います、うん、確かにそうです、それも一個言葉として出してあげるっていうのが大事ってことで、そう、うん、それで多分相手の人も、あ、物がなくても幸せなんだって気づかれる人もいると思うんですよ、うん、ですね、いいプラスの連鎖が生まれるかもしれないですね。そうですね、はい、ありがとうございます、うん、ということで最後になりました。ちょっとね、今回スピリチュアル的なお話ですとか、まあ、運気上げるっていうお話がありましたけども、はい、まあ、それに近いのか、うん、引き寄せとか、まあ、潜在意識のお話とかも勉強されたりとかはしたりとかしてますか、沙織さん。そうですね、専門ではないんですけど、はい、先ほどもね、夢を叶える四股法師もやってますよって言ってたんですけども、はい、やっぱり予祝って未来のことを先に祝って迎えるっていうことなんですよ、うんうんうん、なるほど、なるほど。で、お花見とかね、最近もうコロナでやってないですけど、うんうんうん、お花見とかも、あとお祭りとか、そういうのもやっぱりこの先の豊作を先にみんなで祝いましょうみたいな、日本の文化、そうなんですよ、だからみんな先にやってることなんですけど、やっぱりこの感情がハッピー状態にあるってことっていうのが、何しろいいものを引き寄せるって言われてるので、うんうんうん、まさにこの家の波動とかもそうだと思うんですよ。ほう、なるほど。この家の波動がいいといいものを引き寄せてしまうので、家の波動と自分の心の波動が高かったら、うんうんうん、引き寄せるしかないですよね。確かに確かに、そうなんですよ。なるほどなるほど。だから、まあ、予祝もしっかり、まあ、今回ご紹介していただいた習慣とかもしっかり、空間作りも大事にすると、うん、そうですね、どんどんいい運が。私はもうピンチはチャンスだよっていつも言うんですけど、はい、ピンチをピンチと思って悲しむのか、うん、ピンチをチャンスだと思って受け止めるのかによっても、うん、引き寄せって全然違うと思うんですよ、ね、そう、物事の捉え方によってもやっぱ変わってきますもんね、うん、だからたけるさんなんて本当にピンチをチャンスに変えた、ありがとうございます、人ですよね、まあ、しんどい時もありましたけどまあでもやっぱ事実は一個でも捉え方は本当に無限大だと思って、うん、まあ、伸びしろって思って動くか、ね、やばいと思って動くかによってもやっぱ変わってくるしっていうところで、まあ、そういうのも大事にするといいよっていうことで、はい、ありがとうございます、はい、ということで、と僕からの質問は以上になるんですが、はい、最後になんか動画のまとめとして視聴者さんにこれ一番伝えておきたいって何かあったりとかはしますか、うん、ですね、はい、本当にもう片付けと運気っていうのはもう直結してるので、うん、もう運気を下げたくない方はやっぱ上げたい方は下げないことをした方がいいと思うんですよ、まず、はい、うん、なのでお家をきれいにしてあげて、家に感謝してあげて、物を大事にしてっていう当たり前のことをしてることが、ただもうそれがもう運気として跳ね返
返ってくるだけのことなので、うん、日々の言葉だとか行動だとか、うん、全てそれが反映されてると思うので、うん、ぜひねそんなにすごく意識しなくても運気って簡単に上げていけると思うので、うん、ぜひね皆さんも片付けとか掃除とかもうありがとうございますって感謝の気持ちでやってたら、うん、もう運気が上がる前に自分の心がハッピーになるので、うん、ぜひやってってほしいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。沙織さん SNS もやっているので、はい、あと片付けとかもされているそうなの で、はいでねはい、ぜひご興味ある方は下の概要欄から覗いてみてほしいなと思います。はい、ということで本日も沙織さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。